白鵬が圧倒的な強さを見せています。そして、照ノ富士も大暴れ12連勝中ということでねえー、幕の内重量の取り組み見ていきたいと思います。重量っていうのはちょっと大崩れがあったそうですねえー。重量やごとに式富士から始まります。矢後が叩き込み阿鼻叫集法阿鼻、えー、引き落とし。 えー、武将山、アランスでは武将山を押し出し、嵐スはこれで10敗とかなり苦しい場所となっています。えー、海将と佐田の実佐田の実,佐田の実、寄り切りで勝って勝ち越し。炎鵬、戸富士、炎鵬勝ちました送り出し、小戸富士は残念ながら負け越しということで、これ番付上下がってしまうかなって感じですね。幕下下下がってしまうんでしょうかね、えー。気になるところであるんですけども、前回ね、えー、幕の内にいたような気がするんですけど、一気にし下転落、ちょっとまた珍しいような気がします。 大正丸、琴正法、大正丸が押し出し、東白龍、大正法、東白龍を押し出して勝ちました。大正法は負け越し。高、えー、健と西,西木が押し出し、若本春、王鵬、若元春が寄り切り、極大勢、あずま竜、極大勢が押し出し、豊山、水戸竜、水戸竜、小手投げで勝ちまして、10勝、2桁10勝、えー。優勝争いに一歩リードって感じでしょう。高健寺とは勝法山、高健寺が寄り切りです。えー、十両重量天空会、幕の内での対戦、千代の国戦でした。千代の国が叩き込み、 千代丸徳勝竜、徳勝竜が寄り切りで勝ちました。千代丸は負け越しということで、千代丸と徳勝竜、えー、次場所はまた重量度でね、やり直しということに二方なるでしょう。土地の心と裏、裏を吹き付け落として勝って、これで勝ち越し。土地の心負け越しということで、えー、来場所は重量ということになるでしょうか。大山見と輝き、えー。輝きが勝ちました。えー、輝きが、えー、小手投げで勝利しています。えー、海星と、土地の、えー、琴ノ若、琴ノ若が上手投げ。 玉鷲石浦、玉鷲が押し出し、剣章島の海、島の海が寄り切り、宝富士対一山本、宝富士が引き落とし、千代の海、青い、えー、千代の海が押し出し、宝富士は勝ち越し、青山は負け越しですね。照強、千代章馬、えー、照強、小、え、股、ー、すくいで勝っています。秀の海、東昇竜、秀の海が上手投げ、妙義龍千代大龍、妙義龍はたき込み、高野里、富猿、高野里が押し出し、 北東富士、一の城、北東富士が寄り切り。琴恵光大栄翔、大栄翔が叩き込み。若隆景、大野翔、大野翔が叩き込み。高安、霧馬山、高安。これでね、えー、どうでしょうかね。大関に向けてちょっと、うーん、に外確込めてきたでしょうか。霧馬山、勝ち越し。正代、沖の海、正代が寄り切り。金、えー、照ノ富士対遠征。 えー、テテルノ富士が決め出しで勝ってこれ,で2桁、えー、これで12連勝、これで横綱昇進決定ということになりましたそして白鵬対御嶽海白鵬寄り切りで御嶽海を寄せつけませんでしたこれまた12連勝ということでね、えー、白鵬、照ノ富士の一騎打ちということになりましたということで、えー、長い場所、えー、11日目の取り組みをお伝えしていきましたごご視聴ありがとうございました。